こう続いていくっていうサイクルがあると思います。で、まあ、私が住職になる、まあ、運命だったのかなと。その当時は私が継ぐつもりがなくて、で、まあ、普通の主婦として生きていこうと。でもそれがお腹の中の子供、主人が癌になった時、すごく自分の中でクロスしたわけです。ある時期、一つの命はなくなっていく、一つの命は生まれていく。子供が生まれた時にですね、命が出てきた時に本当に一晩中涙が止まらなかったんですね。それはもう嬉しい涙もありますけれども、主人とも会ったら別れるんですよね。で、子供ともこの会ったら別れるということが、基本的パターンで、まあ、ルールですよね。青年になって親になって老化して死んでいくっていう、まあ、子供に未来を託して、でそれを覆すですね、生き物がいたっていうこと自体も驚きでね、生命の切っているのがあって、その進化の道筋で一番元になるクラゲやサンゴがイソギンチャの仲間なんで、さっき言ったように生命の木の根元にクラゲはいるので、基本的な不思議な特徴を持ってんじゃないかな。Hello, welcome to Shinku Buddha's Love. Here, you can see small number of books written by myself or with collaborator. I want to concentrate or focus on my very important book.This is bottom here, this book, written by me, for the first time, written by, only by me. This is Immortal Jellyfish book. Yeah, the baby's Immortal Jellyfish. I every day feed and clean to keep the healthy conditions of the young Immortal Jellyfish.
解釈はできますね。一生懸命見守ってるっていうのが、それを死なないように、それが愛じゃないですかね。いつもそばにいて。40年前にそういう研究を始めまして、今からね、まさかそのベニクラゲが若返るなんてことはもう夢にも思ってなかったんですね。全く2つの蝶々のようにですね、まあ、いわゆるベントスっていう低生動物、そこで生きてる動物っていう時代と、プランクトン、ふわふわいて海中を漂っている2つの時代があって、おばあさんもおじいちゃんももう歯がなくなると同じように、その脂肪がなくなるんですよ。でだんだん衰えていって、痩せ衰えて老衰になって、ポリプに戻れるんですね。それをベニクラゲはいとも簡単に親から若いポリプっていう時代にあっという間にこう戻ってですね、それがたった一回でなくて、繰り返し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 、多分無限に戻れるっていうことで、多細胞動物の中では死なない動物として、不死の動物とされてるわけですね。でクラゲはですね、人間と全く違う動物のように、本当に過当な単純な動物のように思うけど、結構複雑ですよね。遺伝子も割と人間に近いということで、長生きして、まあ、一生ずっと若くしてですね、それだったらベニクラゲの若返りをやっぱり大に活用してですね、みんな活力がある 若いままで死ぬなら若いままで死んでもいいんですけど、永遠に自分 その目的を持って生き物から学んでですね、宇宙を旅できるじゃないですか。だから永遠に生きながら宇宙船で次の別天地をもう探し、もっともっと素晴らしい 愛の生命の星に仕立てていくというのが我々の使命じゃないですかね。
今の素晴らしい医学がですね、尊敬する医学がですね、しんどい形で生かしてくれるっていうのは、非常に酷なことでもあるし、まあ、素晴らしいことでもあるんだけど、ちょっと悲しいですよね。僕の名前はベンニクラゲ、ちっちゃいちっちゃいクラゲです。だけど僕には人にない特別な秘密があるんだ。僕は若返ることができるんだ。もうダメだと思ったらポリプに戻って1,2,3、またまた人生をやり直すことができるんだ。みんなは一度だけ。はい、ありがとうございます。坪田発信さんを伝統に知らなかったということで、歌は単刀直入、感情に訴えて、感情的にすぐにベニクラゲの その素晴らしさが伝わるということと、地球の40問の歌 のイントロの歌はカラオケに入ってます。こんな素晴らしい動物が地球上にいるんだよ。なかなかそれが世に伝わらない。宇宙の歴史から見たら145億年の地球動物の6億年っていう時代はすごい短い期間なんですよ。そんなにこんなにいろんな動物が出てきた、まあ、どれぐらいその生き物がいるかまだ誰もわからないですけど、まあ、宇宙人がいるかどうかもわからないですけど、我々の地球文明に住んだ星があるかもしれません。もちろんバクテリアさえいないって言うんだから、やっぱり地球っていうのは生命の星で、こうね、緑の地球、青い海の地球っていうんで、我々は今何をしてどこへ行こうとしているのかっていう、4.5 billion years ago, the young planet Earth was a mass of cosmic dust and particles. It was almost completely engulfed by the shallow primordial seas. Powerful winds gathered random molecules from the atmosphere.Some were deposited in the seas. Tides and currents swept the molecules together.
And somewhere in this ancient ocean, the miracle of life began.急にそう言われて皆さんもね、例えばね、永遠に生きるとなったらね、なんか しんどくないの。どのように生きていくかっていうことですか。生きるっていうのは一息、一息を一日一回でもいいので意識を向けて、そうすると今ここにほんと置くことができる。一息が生きてるというかだと思いますけど。